皆さんこんにちは、鈴木奈緒です。今日は自動伴奏ソフトアイディアルプロアプリを使って、ジャズのピアノトリオを練習しようの第3弾となります。アイディアルプロを使っての練習方法第1回目、そして第2回目の、リンクは概要欄の方に載せておきますので、ぜひそちらの方からご覧ください。はい、さて3回目の今日はですね、アドリブの音は何を弾いたらいいのというね、疑問があると思いますけれども、まあこれをですね、また解決してくれる、機能がついておりまして、今日はそのアベイラブルスケールと言いますが、使っていい音というのを表示しながらの、練習風景となります。はい、今日の曲はですね、オン・グリーン・ドルフィン・ストリートになります。それでは今日も早速ですね、アプリの説明させていただきますね。はい、今日の曲は、オン・グリーン・ドルフィン・ストリートです。こちらが購読となります。で、今日のですね、アベイラブルスケールが表示できる方法、こちらはですね、この一番下のメニューバーの一番右のこの五線譜のようなものをね、押していただきますと、このコードスケールライブラリーというのが出てきます。こちらを押していただきますね。まあ C というコードの中でどういう音が使えるかっていうね、まあ、いろんな、さまざまなコードで出てきます。今日はね、そちらを表示しながら演奏してみました。ちょっと先ほど分かりにくかったと思いますので、もう一回流してみます。
かでしたでしょうか。こんな感じでですね、コードに加えてアベイラブルスケールといったものが表示される機能がついております。なんと便利なということで、やってみましたね。はい。それから今日この曲ですけれども、デフォルトではリズムスタイルがアップテンポスイングになっておりますが、まあよくジャムセッションなのでね、演奏される方法としては、こちらのスタイルはですね、ジャズからの、はい、ラテンスラッシュスイングというのを選ぶと、今のような A の部分はラテン、そして B の部分はスイングで、また A がラテン、 C がスイングといった感じですね。でアドリブ部分がスイングになってという感じでやってくれますので、まあ、こちらで、変更して練習しても良いと思います。はい、はい、今日は、コードのアベイラブルスケールまで、表示できる機能というのをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、またいろいろね機能がついておりますので、そちらの方もご紹介していきたいと思います。はい、リクエスト、質問、コメントなどお気軽にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。鈴木奈央でした。